はい、こんにちは。11月29日火曜日の日替わり竹部でございます。さて、ちょっと遅い、まあ、ニュースというか、それを話題にするのもあれなのかもしれませんが、まあ、大阪市長、そして大阪府知事のダブル選挙というのがございました。先週末でございましたね。かなり、まあ、大きな形で、まあ、結果はどうあれですね。民意は反映されたというような形で、いずれにしても民意が二分された中での結果が出たというところでございます。まさしく、投資におけるところで言いますと、市場心理の結果というんでしょうかね。さてですね、本日の為替市場でございますけども、11月の上旬以来の78円台というところで、これもですね、株式市場にとっては、ある程度の円安ということで、まあ、マーケット、為替のマーケットからの影響ということで、株式市場関係者は、かなり、まあ、浮上するような期待感を持っての受け入れ方であったんですが、さて、それほどでもなかったというところ、まあ、改めて感じたところでございますけども、そもそもですね、株式市場関係者からにしてみると、まあ、かなりの期待感を持っての円安というところは常々あるんでしょうが、実際にですね、まあ、相関係数で見てみるとどうなのかというところをちょっと冷静に見てみたいと思いました。ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。はい、これまあね、選挙とっていうタイトルにしたんですけども、よくよく見てみますとですね、まあ本年の初めの頃は84円台がありというところだったんですが、緑色の線、日経平均株価あまり冴えないんですよね。つまりまあ円安円高というふうにして言っておりますけども、統計学的な相関係数で見ますと、まあ 0.75 台と。これがまあ高いのか低いのかというのは非常に難しいところでございますけども、特に11月に入ってから一番右側のところでございますけども、ご確認していただけると思います。非常に鮮ないんですが、ドル買い円安というところで、ドル買い円売りの介入があってというような上昇場面、そして今般の78円台というのはあったんですけども、日経平均株価はじりじりと上値を目しているという状況でございます。さて、そういう状況ではちょっとこう、頭を押さえなくちゃいけないような状況ではあるんですけども、いずれにしても、まあ、株式相場の浮揚というものに関してはですね、為替市場、まあ、ドル円為替以外のものもあるというところ、こういったところもですね、改めて認識した上で、リスク管理、ご留意していく、いただく必要性があるのかなというふうにして感じました。以上、11月29日火曜日の日替わり竹部でございました。